にちは、アカシです。今日はイタリアン向けのラーメン屋さんを見つけてきました。インスタンタンです。じゃあ早速食べていきましょう。初めてはダさん、もしかして何がビーガン店はちゃんとした店はそうか、うん、な夏にね、なん一回牛丼みたいな食べたことある。牛丼あでもあれはあれだよ、なんだよソイミート、あー、うん、なんか牛丼っぽい豆的な肉みたいな、ね、そう一番最初の時、鶏肉のやつもあった。鶏肉っぽいのは大豆ミート、なるほどね。今売ってない。あ、はい。うん、美味しそう。じゃあ食いますか。食べましょうか。うん、どうぞ。はい、いただきます。おいしい。うん、日本来て何年だったっけ。日本はもうそろそろ2年です。2年か。慣れましたか。慣れましたね、うん、まあなんか最初から慣れてた感じがするけど最初から慣れてた、うん、最初からなんかめっちゃ馴染んでたでもいいね、ラーメンとか普段なかなか食わん。もう食えない、こういう店以外だと。そうだよね、あと家に作るぐらいだね。そうだよね、外でなかなか食べるって難しいよね、うん、これセロリ、ほうれん草、ほうれん草、うん、あ、ほうれん草か八宝菜かある。うん、ほうれん草っぽい。じゃあ八宝菜っていうかチンゲン菜か、小松菜、うん、おたさんはどう。ビーガンラーメン、いやね、なんの普通のラーメンと変わんないかな普通に美味しい。普通のラーメン食べてる感覚で。ほんと、うん、味そんな変わんない。味はそんな変わらないっていうか、普通のラーメンと一緒チャーシューとかがないだけで、うんうんうん、やっぱベジタリアンの人だとね、外の店がなかなか食べれるとこなくて大変だよね。うん、そうだね、うん、東京の方だと、うん、そう見つけたらあちこちやるけど、田舎の方だと大変そうだね、うん、そうだよね。箸あれですね、箸の使い方も上手っすね。ありがとうございます、うん、あれだってインドってさ箸はないです。ないよね、もともとないんじゃなくて手でこうやってスプーンかフォークか手でね、手だね。まあまあ日本でもナンを食べるときは手で食べますからね、うんうん、あと高い寿司屋は日本に来る数ヶ月前、うん、インドで箸を買って自分で YouTube 見ながら練習したんすげえな。結構できたのは、うん、まあこっちに来たでね。あ今絹豆腐も箸で食べれる。素晴らしい。よいしょ、終わりました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。美味しかったですか。
めっちゃうまかったです。美味でございました。美味でございましたっていうインド人遠いね。やっぱあなたすごいっすよ。なんか日本とインドのハーフみたいな感じだな最近、うん、じゃあまあ食べましたけどどうでしたか。あ、食べ物は結構美味しかったです。あ、こっちなかなか日本でラーメン店は難しい。ぜひこの店ティースタンタンっていうビーガンラーメンお店です。特に餃子、大豆ミートを直接に行っていろいろ料理が売ってるので食べてください。はい、ありがとうございます。またね。